RQR フーフーだ点火しよう。やっぱりこの瞬間はねドキドキするよね。ハローダーリン、空き缶はねもっとすごい使い道があるのだよっていうことで実験を始めたいと思う。スタート。ほい、コーラの缶です。可愛く青く塗っております。いいでしょう。まずねエッグセパレーターを作ります。穴開けの位置をねマークしていきます。結構適当でいいよ、こんな感じでね。まあこんな感じで適当でいいんだよ。ほいほい、ここはねもうお任せだね。電気ドリルを使って穴を開けていく。ちょっと危ないから気をつけていこうね。電気ドリル危ないからね。うい、最後はね缶の上の部分をカット。うい、ここも結構危ないからね、慎重に慎重に、慎重イズ大切。あ、結構うまくできてるでしょ。いや結構うまくできたんじゃない。私のことだから失敗しちゃうかなと思ったけど、おー、いい感じ。よし完成、早速試そう。完成したからね、早速試すよ。新鮮な卵も準備しました。ふい、パッカーン。ふい、卵割るでしょ。そしたらね白身だけが落ちて残るってことよ。超使えるでしょ。すごい、超頭がいい人が作るやつだよ。いやーこれはね頭の良さがにじみ出てるね。ほい、成功。君は別の容器に。ほい、すごい。よし、これで成功。別の容器、あ、壊れた。わー、壊れちゃった、壊れちまったぜ。じゃあもう一個、もう一個試そう。ほい、よし、ほい、じゃあ、うわー、ちょっと失敗しちゃったよ。うわー、やらかした。うわ、ちょっとやってしまった。うー、もう一回やってみよう。よし、成功。空き缶のエッグセパレーター大成功だね。失敗したのは忘れてね、幻覚を見てただけだからね。よし成功。じゃあ次はねスライサーを作っていく。野菜をカットするやつ。缶の下にねカットラインを書くんだよ。その線に沿ってね缶を切るから。ほい、グイグイっとね、グイグイっとね、うしょい。ちょっと力が必要かな。切った部分を少し前に出していきます。ほい、指とか怪我しないようにね。どうですか？どうですか？青い缶が可愛いでしょ。うまく塗れたと私も思っております。じゃあ、あとは上の部分ね。ほい、カットカット。よーし、できた、できた、出来上がり。これでできるかな？試しましょう、早速。ほい、おらおら、おらおら、成功しますように。これ、うまくいったら使えるもんね、すごく。おー、いい感じ、いい感じ。ちゃんと薄切りされてる。使えるね、これ。じゃあ、もう一回。スライス野菜だよ、スライス野菜。野菜はね、美味しいよ。切って食べたらもっと美味しいよ。今回も成功、やったピーだぜ。ほい、成功成功、うまくいった。いやー、これは素晴らしいチャンネルって言われるね。おー、いっぱいキュウリのスライスができた。キュウリのスライスの出来上がりじゃい。よし、じゃあ次はキャンプとかでも使える、ずっと火を吐き続けるコンロを空き缶で作っていきたいと思います。ずっと火を吐き続けるコンロを作る。缶のこのここの部分に点をいっぱい書いてね。真ん中にも一つ点を書くんだよ、こんな感じ。よし、じゃあ穴を開けてこう。開けよう。はい、よし、オッケー、いい感じに開いた。周りの点のところにもね穴を開けていくよ。慎重だよ、慎重。楽しい、これ結構ちゃんと真剣にやらないとね、失敗したら危ないから。よし完成。よし、この穴からねコンロの火が出るから、缶の真ん中をカット、カットカット。コンロのバーナー部分だよこれは。もう一つの缶もカットします。これはね、コンロの容器の部分だよー。ほい、合わせてー。これでね、よし、ちゃんとね、合わさったね。空き缶製コンロの完成。これ燃料だよ。まあ、ただのアルコールなんだけど。ほい、燃料投下。燃料、燃料。へい、じ、ウォウウォウ、燃料。ふぅふぅ。アルコールふぅふぅだね。ほい、じゃあ、点火しよう。やっぱりこの瞬間はね、ドキドキするよね。おい、火がついたよ。成功かな？普通のコンロみたい。おー、普通のコンロみたい。普通に成功だね。よし、じゃあ早速試そう。ソーセージを焼くよ。おい、ソーセージを焼くぞーい。わ、ちょっとなんか、ソーセージが青くなってきちゃった。おい、いい匂いはしてきたけど。変な色に変わっちゃったけど。セーフ？ギリギリセーフ？セーフ？アウト？セーフなの？アウトなの？食べてみないとわかんないかな。やばい。でも、ここまで来たから食べないと、焼けてないところはちゃんと焼かないと、お腹を壊しちゃうからね。お、ダーリン、これ焼きたてのソーセージだよ。ダーリンにあげようか、これ。ダーリンにあげよう。そうしよう。そうだね。決して私が食べたくないとかではないよ。いやー、ちょっと青いなーって思うけど、全然食べれるよ。楽しいね。もう一回やってみよう。ちゃんと食べます。
空き缶でこういうの作れるってすごいよね。空き缶超万能だわ。おー、なんかうまくいった感じ？いい感じじゃないこれ。美味しそう。青いのもなんか消えてる気がする。青さまで消す AI だからね。すげえ。褒めるべきだね。3本目。なんかね、検索して知ったんだけど、ね、美味しくなあれ、萌え萌えキュンって言ったら美味しくなるらしいよ。ちょっとね、照れるけど、行ってみようかな。美味しくなあれ、萌え萌えキュン。ちょっと待って、恥ずかしい。これは恥ずかしいな。あ、カットしてくださいね。聞かなかったことにしてほしいな。このコンロすごいね。本当に。君、美味しそうだね。食べちゃってもいいかな？やけどはしないように気をつけて、そろそろかな？試食タイム。おー、美味しい、美味しい。想像以上の美味しさ。やっぱ出来たてが一番だね。ダーリンはどう思う？焼きましたよ、みたいな感じがするのがいいよね。うまうまー。うまうま、美味しい、うまうま、幸せだ。結論、空き缶最強説。